スコット・スタップ・ガルフ・オブ・オーマンスコット・スタップはアメリカ・フロリダ州出身のロックミュージシャンであり、オルタネーティブ・ハード・ロック・バンド、クリードのボーカリストでもある人物。スコット・スタップはオルタネーティブ・ハード・ロック・バンドのクリードのボーカリストとして1995年から2004年まで活動し、アルバムは全世界で3500万枚以上のセールスを記録し、3枚の アルバムはいずれもマルチプルプラチナアルバムに輝いた。2004年にクリードが解散したことによって2009年まではソロロックシンガーとして活動をしていたが2009年にクリードがオリジナルメンバーで再結成することになり同年10月には4枚目のオリジナルアルバムが発売されクリードでの活動もソロと並行して行うことになった。クリード解散後に ソロ活動をした際、2004年には、メル・ギブソンが監督で制作されたキリストを題材に、した映画、パッションのオリジナルサウンドトラックに、リラン・ラブという曲で参加し、2005年には、最初のソロアルバムを、ワインド・アップ・レコーズから発表している。妻は、ジュリア・ネシェワット大統領補佐官の姉。ありがとうございます。